ダンベルが整理して今日のジョーチャンネル、なんか違うぞって感じ、ボールがとにかく走るっていう、ちょっとやっぱり鳥肌立ったね。ジョーチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。さあ、今日は、はい、まあ、たまにはこうなんか歴代のとか、歴代、うん、歴代のジョーさんが、したスタジアム良かったところ、ベスト3みたいなね、こういうのとかどうですか。ベスト3、はい、俺がやったところ、もうプレイしたところ、行ったところとかじゃなくて、やっぱプレイしたところ、プレイしたところ、はい、あ、そう、はい、まあ、いきなりパッと質問して本当申し訳ないんですけどね。いや、申し訳ないんだって、さっき打ち合わせしてたじゃん。おいおいっておい。スタジアムってやっぱりさ、まあ、世界も含めたらやっぱりいいスタジアムすごいじゃない、はい、フルピーはさ、なんか、まあ、見に行ったりとか、はい、別にまあテレビでも見てもいいんだけど、うん、どこがいい？やっぱ僕は国立ですよね。国立、うん、今の、いや、今のっていうか昔の国立。あ、昔の国立、うん、まあ、もちろんピッチなんか入ったことないですけど、うん、やっぱなんか聖地って感じがしますよね。まあ、本当、あれトラックあるじゃん。まあそうなんですけど、そう、まあ、僕の時代だとやっぱりなったことですね、やっぱ高校サッカーとかの。結構さ、海外サッカー見てるじゃないですか。だから結構海外サッカーでさ、結構このスタジアムいいなっていうのはどこなんかあったでしょ。海外、うん、海外ですか。海外のスタジアム、うん、いや、カンプノーとかすごいじゃないですか。ああ、カンプノーと ねぐらいですかね。ぐらい見てね。ウェンブリースタジアムって聞いたことない。うん、ウェンブリーとかない、ね、やっぱ海外サッカーの時はね、やっぱスタジアムあんま気にしないですよね。気にしないじゃん。やっぱなんか国内になっちゃう。ああ、ね、国内、国立と、じゃあベスト3国内で上げると、国立と、トドロキ。トドロキ、トドロキとかなんか好きです。トドロキなんですけど、いや、行ったことあるから。ああ、行ったことある、行ったことあるんで。あ、でも岩田スタジアム好きでしたね。それ最近行ってくるじゃないの。ただそれだけ。ヤマハスタジアム、ヤマハはなんか近く感じましたね、すごい。あそこはだってね、うん、トラックもないですしね、はい、じゃあもういいや、俺がベスト3だ。そうですね、お願いします。俺経験したところで第3位マラカナンスタジアム。ああ、いきなり海外ですね。マラカナンって知ってますか、うん、ブラジルですよ。ブラジル、ここは歴史がやっぱりすごく昔からあって、本当にこう南米では聖地と言われてる、はい、なんていうのかな、日本ってサッカーが入ってきたルーツってヨーロッパとかいろいろ南米とかって言われて、いろいろ言われてるんだけど、はい、こう憧れてさ、南米の小さい頃はやっぱ俺たちの時代ってそうだったじゃない、はい、代表のね、合宿でアルゼンチン、ブラジル遠征がちょっとあって、はい、その時に練習試合をさせてもらって、はい、なかなか入れないんだよ、はい、そこでプレーをしたっていうのはね、すごい、うん、小さい頃から見てる競技場だったから、すごいなってね、大観衆の中でやりたかったなと思うけど、その時は多分200、300人しかいなかったんだけど、うん、で、まあ第2位はちょっと早いですね、第2位いっちゃいますか。もなんで、うん、いや、でもだってプレー実際してみて、やっぱ憧れてた場所だったわけじゃないですか、うん、ピッチの状態とかどうだったんですか。ピッチの状態はあんまり良くない。あ、そうなんですか。南米のあのところ、あの頃はね、あんまりこう整備されてるっていう、まあでも整備は一応してるんだろうけど、うん、ちょっと芝質が違うんだね。いろんな芝の質があって、ヨーロッパとか南米とかによってちょっとこう雑草混じりの芝だとかいろいろあるのよ。きちんとダーッとこう絨毯の上でやってるような感じではない、うん、ではないんですね、うん、あとはやっぱり見てる時にやっぱ本当大観衆の中しか 見たことがないから、だからこの熱気でっていうのは、うん、こう想像しながらプレーしてたから、だからまあ3位なのかなっていう気がするね。2位はこれね、俺2つあるんだよな。2つ、2つある。決めにくいですか。決めにくいの、うん、もう1位はズバ抜けて、もう俺はここだと思ってるんだけど、1つは、まあ、レアルの本拠地、うん、サンチアゴベルナベル、うん、やっぱりこう本当世界でも屈指のね、そういうスタジアムって言われてて、ロッカールームももちろんね入って、そこからピッチにもうプレーしたんだけど、別のある日こうちょっと取材で、うん、なんていうのかな、スロープこう上がっていったりとか、観客席の方行ったりとか、いろいろこう 見たりとかして、もう全てを知ってる競技場っていうか、であそこは面白いのが、特徴があって、水はけとかがやっぱりね、すごくいいんだよね。でそれはなぜかというと、こうセンターサークルの中心がこうなっててね、そこからね斜めにこうやってね、ピッチがねこうやって傾斜があるの。あ、そうなんですか。そう、実際に立つとね、あれつなんか違うぞっていう感じで、こうやってよく見るとこうスってこうやってなってる。プレイしててこれなんか変だなと思ったの。ハーフタイムにちょっとなんかこれピッチあれじゃないって言ったら、みんな知ってて、で芝質がやっぱりすごく短く、俺たちの当時はカットされてて、ボールがとにかく走るっていう、そういうような設計にされて
出て、まあ、もちろん水もまくんだけど、しかもそこでねレアルでリーグ戦勝ったのよ。1-0 で最終戦俺たちバジルリードが勝ったの、まあ、それもちょっとプラスしてやっぱりサンチャゴベルナベオ良かったな。で、あともう一個三ツ沢。ああ、三ツ沢、そうなの。三ツ沢ね、俺好きだね。そこも近いですよね。近い近いです、ね、超近いよ。本当にもう本当にこう2人で雑談してるのが聞こえてくる、くるぐらい。まあ収容人数も1万5000ないぐらいかな、なんだけどなんかあの一体感がすごい好きで、全部が聞こえる。あ、俺蹴った音とか、体がガチンと当たった音とか、審判に文句言ってることとか全部聞こえるの。そうだからすごくなんかこう生々しいというか、こんなになんかこう肌と音で感じられる競技場ってなかなかないんじゃないかな。僕は歴代の中ではいろんな競技場あるけど好き、うん、だから2位ちょっと、これがやっぱり同率ぐらい。サンチャゴベルナベルと三ツ沢、これやっぱりね、俺ね、皆さんはどう思うか分かんないけど、俺の中では結構、うん、いやでもピッチで実際やった人がそう思うわけですからね。うん、まあ、確かに僕も一回行ったことありますよね、横浜 FC の試合に。 あるんだ。はい、お嬢さんに引退されてから。確かに近いですよね。近いでしょ。うん、うん、でワーストが、ワーストワーストいらないの。ワーストはやめてみましょうか。あ、いらない。ワーストとかはね、ワーストもう前話したじゃん。ああ、そうですね、水戸ね、まあ、水戸、うん、まあ、昔のね、うん、でもそれはまあ、ケース電機がね、スタジアムじゃない時代ね。ああ、そこはもう二度と行きたくなって。水戸の人たちは聖地って言ってましたから、それは。誰が言ったの、それ。いや、コメントでもいただきましたが、それはそれで聖地なんで寂しいなっていう。うん、でもまあ、俺が感じて自分だけだから。まあ、だから苦手意識があったってことですね。苦手意識ってこと、どんよりしてね、あれね。宇治本さんはそういうふうに感じたわけです。ほんと、空気がもうほんと重たいの。人も入ってなかったし、横浜市もあんまり人気なかったし、水戸もね、人気なかった時代だから、しかも平日のね6時とか7時開催になったら人入んないのよ。あ、ないだよね。そう、札幌ドームは最悪だよ。あ、すいません、あの最悪とか言わないんで。最悪とかは最悪とは聞いてないんで。いや、札幌ドームってやっぱりドームでしょ、うん、であれね、あの敷き詰めるのよ、うん、芝生を入れるのよ。その試合の前にこうやって入れてやるのよ。で、空調はすごく管理されてるからすごくいい形でできるんだけど、芝がやっぱりさ張ってるだけだから、うん、ガーッとこうなんていうのめくれちゃったりするの。もうあれはすごい苦手だった。なんかでも確かにね、札幌ドームでサッカーやるっていうのはちょっとあれですよね、やっぱね。まあそうなんだよね、サッカーのスタジアムじゃない。そう、でもよくああいうふうにこう全部こう芝を入れて、うん、ああいうふうにやったなってすごいと思うよ、技術は。すごいと思うけど、でもやりにくかった、うん、あんまりいい思い出がない、札幌。うん、じゃあ1位を。まあ、1位は間違いなく、うん、もうここしかないんじゃないかと。もう分かるでしょ、カンプの。違う。あ、違う、国立。違う。え、ちょっと待ってください、本当に違います。ホセソリージャーですよ。あ、そうなんですか。ホセソリージャーって知ってますか。ちょっと分かんない、分かっと出てこないですよ。バジャドリードのホームですよ。あ、バジャドリードのホームですか。スペインでデビューを飾った場所だから。まあ、そうですね。でもやっぱ僕らもやっぱごめんなさい、あのね、うん、国内のスタジアム行ったことあるとかなんですけど、うん、スペインのとかだとテレビでしか見てないんで、うん、やっぱその凄さがピッチに立った人しか分かんないですよね。どうでしょう、うん、国内のでもスタジアムもいっぱいこうやってるわけじゃないですか、ジョーさん、うん、やってる、うん、でそれ海外だからっていうあれもう抜きにして、うん、抜きにしてやっぱり、うんうん、抜きにして1位はカンプノ。やっぱそうですよね、いろんな思いがあるんだけど、そう、ホセソリージャーってやっぱりで、まあ、ブラジルのスタジアムも好きだし、まあね、経験した中では、うん、やっぱりちょっとすごいね、工事をしたりとかね、はい、いろいろ直しは入ってるんだけど、でも歴史がやっぱあって、うん、俺たちの時代は本当に古かったからテンションが上がるというか、うん、うん、おー、バルサがカンプノ来たぜっていう、まあ、で、あの当時のやっぱりこうバジルリーの選手たちもカンプノーで試合ができる、バルサと戦えるっていうのはもう誇りなのよ、みんな。もう本当に嬉しいことで、でも逆にこう緊張しすぎちゃう、うん、それぐらいこうリスペクトされてるやっぱりチームだから、世界的なクラブだから。俺あんまりこう鳥肌立ったりとか、おーっていうのはあんまりないんだけど、カンプノーの時はちょっとやっぱり鳥肌立ったね。 あの当時はあのイムノって言ってバルサの行進曲が流れるんだよね。アウェーチームが先にこう審判とバーッと行ってこう並ぶわけ、うん、
で、そしたらイムノっていうのが流れて、てー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 とかって、バルサーバルサーとかっていう歌があるのよ。てーてーてーちゃちゃちゃとかって言って、みんな選手が一人ずつこう出てくるわけ。それをアウェーチームがこうやって並んで立ってこう迎え入れるわけ。あれ見た時こう、うわー本物だーっていう、そういう衝撃はすごいあったね。これはバルサだーと思って、でね、クライファーとか出てきたりとかさ、ね、国空とか、あの当時ね、プジョルとかも出てくるわけよ。うわー、すげえバルサだーと思いながら、そう待ち構えたっていうのはすごくね、あれは印象的。もやっぱりこう世界の本当にいろんなこう選手とかに聞いても、やっぱりカンプノーって特別な場所ってやっぱり多分みんな思うと思うんだよね。ちょっと別次元だったかなっていう気がするね。カンプノーだってプレーなんかできないから。いや、そうですよね。そう、俺もたまたまできたからさ、だってカンプノーと2位のさ、サンチャゴベルナベウね、レアルのホーム三つ沢でプレーできてんだよ俺。こう世界でもやっぱりこう名だたる2つのスタジアムでプレーをしたっていうのはやっぱりすごく、うん、まあいい経験をさせてもらったな。いや、そうですよね、本当に素晴らしい経験ですよね、うん、そう、だから旧国立競技場もいいけどね、はい、いいけどちょっと次元が違う、次元が違う、うん、まあ確かにね、トラックとかあるからね、サッカーに特化してないですもんね。そうなんだ、からやっぱりこうさ、うん、サッカー選手ってもちろんトラックがあってもいいんだよ、うんうん、もちろんいいんだけど、でもない方が臨場感も出るし、うん、一体感、うん、サポーターとかファンの方々の後押しがあって、うん、苦しい時頑張れたりとか、うん、今まで以上の力が出たりとかするわけ、うん、本当に、うん、こう一体感の中でプレーするクオリティと全くほとんどいない中でのクオリティって全然違うから、うん、それ考えるとやっぱりトラックがない方がサッカー専用スタジアムって言われた方が、うんうん、そうですね、やっぱり選手にとってもすごくいいかなっていう、見てる人もやっぱり多分近くで見れるし、いや、そうだと思うんですよ、やじる人も近くがいいだろうしね。本当聞こえる。聞こえますもんね。聞こえる聞こえる、本当に。いい悪いにしてもすごい俺は好きだなと思うね。うん、でもさ、世界にはいっぱいあるじゃない。いろんな競技場。まあまあそうですね。ね。国内サッカーもね、もっと盛り上がって、専用スタジアムっていうのがこうどんどんできてって、うん、日本のあのスタジアムすごいとかね、こう海外からも言われるようになってってほしいですよね。ね、野球場とかはちゃんとあるわけじゃないですか。うん、野球場はさ、日ハムまたね、そう、北広島に作ったからね。広島知ってる？広島、うん、広島の松田スタジアム、うん、そう、松田スタジアム、はい、新幹線がこうブーって行ってさ、こっちは左で見えてくる、はい、そしたらもう本当にこうあの球技場がこうやって見えてきて、うん、間がこうちゃんとね、相手見えるようになってる中も、ね、で新幹線の中からもうワクワクみたいな、あの作り方はね、すげえなと思うよ。すごいあそこは工夫されてますから ね、 ね、バーベキューみたいなのもできるんですよ、あのグラウンドの中で、ちょっとファールグラウンドの内側で、三塁側とかでしょ、なんかね、そう、はい、野球の方詳しいじゃん、すごい。そういうわけじゃない。今治のスタジアムがすごい面白いらしいよ。あ、そうなんですか。岡田さんと前話したけど、うん、構想していろいろ田んぼを作ってみたりとかね、そこでなんかこうお米をとか、いろんなものをこうやれるスタジアムっていう、総合型みたいな感じで考えてるとかね、まあ、今後多分いろんなスタジアムができるんじゃないかなと思うんだけどね。まあまあそうですね、だからもう本当サッカーの専用っていうのがなんかもっともっとできてほしいなと思いますけどね。ね、そのためにはサッカーが強くなっちゃいけない。そう、そうですね、そう、やっぱりレベルがもっとやっぱり世界に向けて上がれば、じゃあ国内リーグも盛り上がるよもっと、だけどやっぱ国内リーグってやっぱりちょっとやっぱ盛り上がりに欠けてるんだよね、もう。だからそれを盛り上げるために何かね、そういうのが手っ取り早いのはやっぱりレベルを上げること、結果を出すこと、だから ACL アジアチャンピオンズリーグでも日本はね、まあある程度こうスタートは切ったけども、やっぱり圧倒的に勝つ時代、ああいう時代が戻らないと、そうですね、なかなかやっぱり難しいと思うからね、ぜひ頑張ってほしいなと思いますね。はい、じゃあ最後にフランスの、フランスの有名な、有名なスタジアム、最後行きましょう。32、1。それではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。